皆さんはランチの女王というドラマを覚えていらっしゃいますか？竹内優子さんが主演したドラマで、2002年7月1日から9月16日までフジテレビの月9枠で放送されていました。ランチの女王は洋食店キッチンマカロニを舞台として、そこに現れた麦田夏実と鍋島四兄弟との恋模様や、その周囲の人たちとの交流を描く笑いあり涙ありの心温まるホームラブコメディです。ランチの女王に登場する料理は、東京都内の有名洋食店を徹底的にリサーチして作られた番組オリジナルのものばかりです。ランチの女王では、これらのランチをいかにも美味しそうに平らげる竹内優子さんの食べっぷりが気持ちいいほど豪快。そしていずれも主役級の俳優たちがコック服に身を包んで厨房に立つ姿は壮観というほかありません。というわけで、今回はこのランチの女王に出演した女優俳優の皆様の現在についてご紹介いたします。ランチの女王はどんなドラマ？この作品の舞台となるキッチンマカロニで働く鍋島家の家族は、父親の鍋島健三、長男の健一郎、次男の裕次郎、三男の純三郎、四男の幸四郎。長男の健一郎は訳あって家を出ています。カフェで働いている麦田夏実が大好きなオムライスを頬張り、満面の笑みで至福の時を過ごしていると、突然見知らぬ男から声をかけられます。その男、鍋島健一郎はいきなり婚約者のふりをして、自分と一緒に実家に帰ってほしいと言い出すのでした。美味しいオムライスを食わせてやるという健一郎の言葉につられて、夏実は健一郎の実家である洋食屋キッチンマカロニを訪れます。しかし健一郎は過去に店のお金500万円を持ち逃げしたため、兄弟たちからは冷ややかな扱いを受けます。次男の裕次郎は健一郎に名誉挽回のチャンスを与えるためにデミグラスソースのテストをさせますが、キッチンマカロニ伝統のデミグラスソースと缶詰の味の違いもわからない健一郎でした。裕次郎にボロクソに言われた健一郎は、またしても店のお金を持ち逃げしてしまいました。夏実は婚約者として働きながら健一郎を待つと言い出しますが、裕次郎は猛反対し、店も閉店しようかというくらいにへこんでしまいます。しかし夏実は惚れ込んだキッチンマカロニの味を守りたいと、ほとんど勝手に働き出します。そこで裕次郎は夏実に3回ミスをしたら出て行ってもらうという条件を出します。夏実はジャガイモを大量に発注するなどのミスを連発。約束通り出て行こうとしますが、裕次郎の機転で新メニュー、ビシソワーズを作り難を逃れます。このメニューが大好評となり、夏実の失敗も帳消しになるかと思いきや、再び出て行ってくれと言われます。出て行った夏実を追いかけた三男の純三郎は思わずキスしてしまいますが、夏実はドロップキックでお返し。そのまま去っていきますが、恋愛禁止という条件で再びキッチンマカロニに戻ることになります。ある日、夏実の元彼修二が店にやってきて、店内で大暴れし、店のお金を奪って逃亡。夏実はこれ以上迷惑をかけたくないと店を出ますが、再び迎えに来てくれた八百屋のトマトちゃんと一緒にキッチンマカロニへ戻り、ファミリーの温かさに涙するのでした。夏実は父親の墓参りに行った帰りのホームで泣き出してしまいます。裕次郎はそっと涙を拭いてキスをします。さらに、いつか健一郎を忘れる日が来たら俺と結婚してほしいとプロポーズ。しかし健一郎が帰ってきてしまいます。さて、この後一体どのような展開が待ち受けているのでしょうか。主演の竹内優子さんの美しさは言わずもがなですが、鍋島家の四兄弟やキッチンマカロニのコックさんなど、爽やかなイケメン揃いのキャスト、そして随所に出てくる名言など見どころの多い作品となっています。主題歌は3DONGNIGHT の Joy to the World が使用されました。出演者の現在は
それではここでランチの女王に主要キャストとして出演した皆様の現在についてご紹介いたしましょう。竹内優子、麦田夏実。竹内優子さんが演じた麦田夏実は明るい性格でよく笑う女の子ですが、実は幼い頃父親に捨てられたという過去を持ち、元不良グループの幹部でした。さらに元彼に騙されて覚醒剤を運んでしまったという経歴を持っています。惜しくも2020年に亡くなった竹内優子さんは1995年財務省の CM でデビュー。ランチの女王でフジテレビ月9枠初主演後もプライド、新ニューヨーク恋物語、ストロベリーナイトなどのヒット作に出演しました。竹内優子さんは2005年に映画今会いに行きますで歌舞伎役者の中村獅童さんと共演し、これがきっかけで交際に発展、スピード結婚します。そして長男太郎さんが生まれましたが、結婚56ヶ月後にはすでに別居しており、2008年には離婚してしまいました。竹内優子さんは2019年に俳優の中林大輝さんと再婚し、子供が1人生まれました。竹内優子さんが亡くなった後も中村獅童さんとの間に生まれた太郎さんを含め2人の子供は中林大輝さんが面倒を見ています。太郎さんも中林大輝さんを慕っているとのことです。2019年のドラマスキャンダル専門弁護士クイーンが竹内優子さんの最後のドラマになってしまいました。映画コンフィデンスマン JP プリンセス編にも出演していましたね。堤真一、鍋島健一郎。堤真一さん演じる鍋島健一郎は夏美をキッチンマカロニに連れてきた張本人。気が弱くお調子者で婚約者を連れてきたとみんなに嘘をついて夏美を置いたまま店の売上金を持ち逃げしてしまいます。2022年現在大ヒットドラマ妻小学生になるに出演中の堤真一さん、デビュー以来大和なでしこ、ランチの女王、青天を衝けなどのドラマやオールウェイズ、続三丁目の夕日、クライマーズハイ、容疑者 X の献身などの映画で大活躍中です。堤真一さんは過去に女優の鈴木京香さんとの交際が噂され、結婚寸前まで行きましたが破局したそうです。原因は堤真一さんの浮気で、その相手が女優の深津絵里さんと言われています。しかし確実な証拠もなく、あくまでも噂の息を出ません。堤真一さんは2013年3月3日に一般女性と結婚。この日を選んだのは彼女への思いから女の子の節句を選んだという意味もあるよう。また自分の誕生日が7月7日なのでゾロ目好きというのもあるようだと舞台関係者は語っています。2022年上橋菜穂子さんのファンタジー小説をアニメ化した映画鹿の王ユナと約束の旅が公開されました。堤真一さんはこの作品で声優に初挑戦し、主人公の恋を担当。コロナ禍を生き抜く私たちに響くメッセージを届けてくれます。江口洋介、鍋島裕次郎。江口洋介さんが演じたのは鍋島家の次男、鍋島裕次郎。家族の大黒柱的な性格でキッチンマカロニを切り盛りしています。口が悪く乱暴なところはあるものの、実は繊細で根は優しい青年です。江口洋介さんは映画湘南爆走族に主演し一躍有名に。その後東京ラブストーリー、101回目のプロポーズなどトレンディドラマの常連となり、長髪がトレードマークでした。一つ屋根の下のあんちゃん役は大当たりし、大ヒットドラマとなります。シンガーソングライターでもありますが、1999年以降は役者に専念しています。同年歌手の森高千里さんと結婚し、一男一女の父親となりました。江口洋介さんと森高千里さんは芸能界でもおしどり夫婦として有名です。お子さんも2人いて、おそらく美男美女でしょうね。
人とも幼稚園から芸能人御用達の青山学院に通い、エスカレーター式に進学したようです。2022年現在も俳優として活躍中の江口洋介さん、2020年には天使にリクエストを、人生最後の願い7人の秘書、2021年にはネメシス映画コンフィデンスマン JPAU 編などに出演しています。仕事も順調、家庭も円満、まさに言うことなしですね。妻夫木聡、鍋島純三郎。妻夫木聡さん演じる鍋島純三郎は鍋島家の三男、純情でまっすぐな性格、初めて会った時から夏美に恋心を抱いていたようです。女性客からの人気が高く、仕入れ先の八百屋の看板娘トマトちゃんからも好意を寄せられています。妻夫木聡さんはドラマ池袋ウエストゲートパーク、映画ウォーターボーイズで一躍人気者になり、ジョゼと虎と魚たち、男はつらいよシリーズなどに出演。2021年はドラマ仕方なかったと言うてはいかんのですという重い内容の作品で熱演しました。妻夫木聡さんは2016年に女優の舞子さんと結婚、ドラマで共演し打ち上げで意気投合して、その後交際が始まったそうです。そして2019年に第一子が誕生、事務所を通じてファックスでその喜びを伝えています。幸せいっぱいの家族の姿が思い浮かびますね。山下智久、鍋島幸四郎。山下智久さんが演じる鍋島幸四郎は鍋島家の四男で高校3年生、キッチンマカロニによく女友達を連れてくるモテ男です。父親の死をきっかけに店を手伝うようになり、次第にコックになることを決意します。山下智久さんは2020年10月までジャニーズ事務所に所属し、ジャニーズジュニア、ユースおよびソロとして大活躍。亀梨和也さんとのユニット修二と明による青春アミーゴも大ヒットします。その後独立し、活動の場を日本のほか海外にも広げています。池袋ウエストゲートパーク、のぶたをプロデュース、コードブルー、クロサギなど数多くのドラマや映画に出演。2022年には漫画を原作としたコメディ正直不動産に出演、やり手の営業マンを演じています。山下智久さんはフールオリジナルドラマザ・ヘッドに出演。山下智久さんも含めセリフは全編英語、しかも他には日本人キャストはなしという完璧な海外ドラマです。外国人キャストたちと堂々と渡り合っている姿は、さすが山 P と喝采を送りたくなります。また山下智久さんはフールオリジナルの海外ドラマ神の雫に主演しました。この作品は日本のワインブームに火をつけた人気漫画神の雫の実写版。山下智久さんは完璧主義で聡明なワイン評論家遠峰一世を演じます。山田孝之、牛島実。山田孝之さんが演じる牛島実はキッチンマカロニの住み込み見習いで、四男鍋島幸四郎と同い年の18歳、性格は真面目ですが、夏美と同じ高校出身で不良に顔が利く上に、夏美の過去の武勇伝も知っています。八百屋のトマトちゃんに恋心を抱いています。山田孝之さんは2003年ドラマウォーターボーイズでテレビドラマ初主演、2005年には電車男で映画初主演、以降はクローズゼロ、闇金牛島くんシリーズ、勇者よしひこシリーズなどに出演しています。山田孝之さんは2012年に一般女性と入籍しています。馴れ初めは飲み会で知り合い、山田孝之さんの一目惚れだったそう。1年間口説き続けて、なんとか交際にこぎつけ、その時遊びじゃなくて真剣に結婚も考えてあなたとお付き合いしたいと告白したそうです。さらに2013年には男の子が生まれ、その際はとても喜びに感じているということをマスコミに伝えたそうです。
現在は仕事も波に乗り家庭も築き順風満帆とも言えるのではないでしょうか。過去には隠し子の存在が発覚するなどスキャンダルもありましたが、今後は家庭を守りつつ演技派の役者として成長していただきたいものです。映画ステップのような優しいお父さんであってほしいですね。若林剛、鍋島健三。若林剛さん演じる鍋島健三は鍋島兄弟の父親でキッチンマカロニの大黒柱。毎日伝統のデミグラスソースを作っています。若林剛さんは1977年からドラマ G メンシリーズに立花警部役で5年間出演しました。また山村美沙さん原作の赤い霊柩車シリーズの刈谷警部の役は当たり役となります。歌手でタレントの森口博子さんは中学時代から若林剛さんの大ファンで、デパートのイベントに若林剛さんが来場した際に撮ったというツーショット写真をブログで公開しました。憧れのスタートのツーショットなんて今では考えられない出来事。まさにお宝ですね。若林剛さんは2008年に慢性硬膜下血腫の手術を受けます。芸能界への復帰が心配されましたが、そんな恋を吹き飛ばすかのように復帰し、後遺症もなく現在も現役の俳優として第一線で活躍中です。これからもお元気で渋い演技を見せてほしいですね。伊藤美咲、塩見トマト。伊藤美咲さん演じる塩見トマトはキッチンマカロニの仕入れ先である八百屋塩見の看板娘。子供の頃から三男の純三郎が好きでしたが、最終的には好意を寄せてくれたコックのミノルの気持ちを受け入れます。伊藤美咲さんはドラマラブコンプレックスで初のレギュラー出演。その後極戦逮捕しちゃうぞ危険な姉貴などに出演。電車男ではオタク青年の憧れのお嬢様役で出演しました。伊藤美咲さんは2009年にパチンコ機器メーカーの社長榎本義則さんと結婚。お子さんは3人いらっしゃいます。2番目のお子さんを出産した時には夫の父親から都内の高級住宅地に10億円の豪邸を出産祝いとしてプレゼントされたそうです。しかも現金一括。現在伊藤美咲さんは2019年にハワイへ移住。その理由についてはネット上にもいくつか出ていますが、真実は不明です。ハワイでどのような家に住んでいるかは分かりませんが、同じくハワイ在住の神田うのさんとは親交がありインスタグラムにも登場しています。エイタ、酒井昇。純三郎の友人酒井すばるを演じたエイタさんは2003年初頭に芸名をエイタに改名。その前後には本名の永山エイタで活動していた時期もあります。妻は歌手の木村カエラさん、兄は俳優の永山達也さん、弟も俳優の永山健人さんです。ドラマウォーターボーイズで注目を浴びたエイタさん、令和への改元の節目に芸名を本名の永山エイタに改名。2021年はドラマリコ活に出演。純粋で真面目な熱い男を演じ、またオリバーな犬ゴッシュこの野郎にも出演。2022年にはミステリという勿れにおいてバスジャック事件に関わる重要な人物を見事に演じています。エイタさんと木村カエラさんは2010年に結婚を発表し、現在お子さんが2人。お互いの SNS には夫婦の仲睦まじい関係性が伝わってくる投稿も多く、夫婦で美術館デートを楽しむ姿などが話題となっています。2021年、エイタさんと木村カエラさんの不仲説および木村カエラさんの楽曲をけなすような記事についてエイタさんが反論。うちの嫁をバカにしたやつ許さないぞと表立って妻をかばいました。これに対し素敵すぎる旦那様、男の中の男など称賛の声が。森田剛、矢崎修司。森田剛さんが演じる矢崎修司は夏美の元恋人。
暴力的で喧嘩が強く、不良たちの間でもかなり有名な存在です。薬物絡みの仕事に夏美を巻き込んでしまった過去もあります。森田剛さんはジャニーズの人気グループ V6 のメンバーとして活躍し、妻は女優の宮沢りえさん。2021年ジャニーズ事務所を退所し、 V6 も解散します。ランチの女王以降もドラマ、映画で活躍し、2021年から2022年にかけてはデスレイズ、前科者などに出演。現在も役者として活躍中です。森田剛さんはジャニーズ事務所を退所した翌日に妻の宮沢りえさんと新事務所の設立を発表。 Twitter と YouTube も同時に開設しました。舞台の仕事で忙しい宮沢りえさんを送り迎えするなど献身的にサポートしているそう。さらに森田剛さんは名字を妻の姓である宮沢に変えました。これは妻と一生を共にするという決意の表れでしょう。そして子供のことを考えての決断ではないでしょうか。宮沢りえさんと前夫との間に生まれた娘さんも森田剛さんに懐いていて、良好な親子関係を築いているとのこと。娘さんの学校生活のことも考えて、家族3人同じ姓を名乗るためには合理的な判断だと思います。まとめ、いかがでしたでしょうか。美味しそうなメニューばかりで、見ているとお腹が空いてくるドラマです。出演者も皆様主役クラスの方々ばかり、しかも現在も芸能界で活躍中ですね。これは本当に素晴らしいことです。また各回に登場する金言や名台詞に思わずうなずいてしまうこともあります。美味しい料理と素晴らしいキャスト、そして心に響く言葉、お腹も心も満たしてくれるドラマでした。